これでよろしいですか。上り速度は、あ、落ちた。上がった。安定したかな。大丈夫かな。で、GoPro も今録画して、さっきも音も時刻回したんで、OK、よし。さて、ちょっと急がなきゃいけない事情があって、まず、PC 本体のバッテリーが残り50%しかなくて、それでどんだけ持つか。あ、いらっしゃいませ。で、この輸送ホテルに泊まることになりました。なんだっけ。ここは、ここの名前は、ここの名前は、港の名前なんだっけ。港の名前が、よっと。脇の沢輸送してるです。よし。で、自転車は今荷物を全部外しました。どんぐらい違和感があるか。いらっしゃいませ。充電。でも充電せずにもう行ってこなきゃいけないんですよ。ここは、脇の沢輸送してるって、脇の沢港のすぐ近くです。ここに輸送してる施設が、あ、JY って書いてある。昔からやってるユースらしいんですけど、すごい。あ、このご主人ご存知ですか。私さっき初めて会いましたけど。あ、浸水。超身軽になりました。桜井さんは尻屋崎に向かいました。下北半島の右上の方。あ、そう、無線 LAN も。え、なんかご主人すごい人なんですかね、ペアレントさん。で、伊藤ボゴ身軽そうかな。ですね、なんで急いでるかっていうと、あ、そう、その室内すごいですよ。結構趣味でやってる系のペンション系な感じがするな。ん？ご主人が、会社が、あなたの会社がどこかって、どこって今。で、ですね、5時までに帰ってこなきゃいけない事情がありまして。なんでかっていうと、今日あそこの宿はニス塗りたてで匂いがどうこうっていう話を予約の時に、うろうろ 予約した時に、塗装の匂いがすごいと思いますけど大丈夫ですかって2回聞かれたんですけどね。それでお風呂が沸かせないんだそうです。それとどうつながってるか今分かってないんですけどね。そうで、そのために近くの温泉に連れていくという話なんですが、それに連れていくのが夕食前の5時で、夕食は6時からというスケジュールがあるので、それまで帰ってこなきゃいけない。で、今行こうとしてる先は海沿いに、あ、シカーズ、なるほど。海沿いに行った行き止まりの港って書いてあるんですけどね。でもご主人によると、山の方を通ってぐるっと回ってこれるそうです。峠越えれば風呂に。しかしこの荷物を全部外したからかなり身軽になったはず。あ、そう、北限の猿。軽い軽い。これは軽い。で、道間違ってないよな。これだよな。合ってる合ってる。こんにちは。荷物外してます。あ、サイクリングコース。速度はもちょっとこれ、今日いい天気です。ダンシングすると、ダンシング、何が？ダンシングすると、自転車のその揺れ方が全然違うんで、フラフラする。ふう。言うから、思ったほどじゃなかったな。やっぱり、1分以上漕ぐと、ははするな。ふう。で、クソ止まりっていうところです。今日行こうとしているところは。あ、電波いいですか？ふう。限界未定だ。で、さっき向こうの方をフェリーで通って渡ってきました。やった。結構な坂ですね。他にいません。今日は宿泊客はいなかったので、今だと思ってニスを塗ったら私が電話してしまったそうです。あと、ご主人が、
今日電話した時に最後に車ですかって聞かれて、いえ自転車で行きますって言ったら、なんかああそれはいいねってなんか特殊な反応されたんで、なんだろうと思ったらご主人サイクリストなんですね。はあ、車に乗せてあちこち走りに行ってるそうですよ。ああ電波が、せっかく今ご主人がサイクリング好きネタを話してたのに、はあ、桜井さんは逆の方、逆というか、まあ、ユースは港出て左手なんですけど、港出て右手の、尻屋崎っていう、下北半島の右上に向かいました。日がですね、ライトを持ってきてます。客が、そう、私が電話したの、1時半ぐらいですからね。1時半前ぐらい。でニスの話をされても全くひるまなかったので、ニスはまあまあですかね。でも全然寝るのに支障があるとか全然そんなレベルじゃない。アップダウンがちょっとありますね、この辺りは。しかし軽いな自転車が。軽すぎてなんかハンドリングはおぼつかないです。ニス午前中に塗ったらしいです。いや、チャリできました。いや、せっかくにはフェリーできました。ここまで。電波。今それはいいねか。特殊な反応されましたって話か。わお。ちょっと FML なんでいつ行くかわかんないですけど、猿、普通に歩いてる。特に逃げませんでした、ここの猿。ニスで3分後ぐらいに来るかな、これの反応は。猿いた。日本最北限の猿、確か世界で最北限だったかな。サイバーじゃないけど、あ、サイクリングロード、うん、それは、こっちにサイクリストまでは行ったんですね。そう、車に乗せて。で、これ、いちいち反応しない方がいいのかな。完全に一方通行前提でやった方が、この場合はいいのかな。で、ユースホステルに書いてあった地図だと、クソ止まりまで、30分で行けるそうです、自転車で、普通の人でも。だから私がこれ30分で着かなかったら、結構まずいかな。この後YouTube にも残そうとしてるんで、ユースホステルの規定時間に間に合わなかった男として一生残ってしまうじゃないですか。まあでも慌てませんけどね。クソ止まりだ、クソ止まり、絶対クソネタは来ると思ったが、あ、でも実際どうなの、読みとしてはクソなのかクソなのか。声だけ、うわーすごい。どうかな、じゃあ通常配信にしますかね。あ、ん、車なんだっけ、今何の話してたんだっけ。じゃあ通常配信しますかね。よっと、通常配信にしますと、これを切って、うん、やっぱ電波良くなってるな。よいしょ。これでいいかな。うん。ちょっとカメラ下向いてましたね。あ、上り速度上がってきた。なぜここになって。ワープです。ちょっと2、3分どころじゃないぐらいラグが来てたんで、通常発信にしました。すいません。フェリーで結局寝られなかったです。周りの人とずっと話してたんで。なんか向こうに北海道が見える見えないの話を、おじいさんとおばあさんがしてたから思わず割り込んで、
この通り地図では今ここにいますので、あの北海道はこっちがここに見えてるんだと思いますとか、なんかいちいち横からあ、ツイッターで逆光だけどすごいな景色、これいいコースですね。そう、 GPS 自慢ん、小屋人気者、すごいなんか話しかけられましたね、理系で。まああれは頭になんかこんなのつけて何やってるんだっていう感じでしたね。なんか変なことやってるから。そう、海ワープ、あ、今ワープしてる人がいるのか。あ、うっとうしい。どうかな。そうかも。うん、格好的にもなんか歯車、アプト式の歯車みたいだ。よいしょ、通常配信でやってます。あー、ここいいですね。一旦最初の山越えてしまえば、クソ止まりまでもうずっとこれだったかな。ニス、ちょっとまたいつの話をしてる。この枠内でつかなきゃおかしいはずです。この枠内でつかないとユースホステルの予約できなごう。おとといもなんかご主人は車で持って行って自転車で乗ろうとしたんだけど、豪雨にあってやめたって言ってましたね。私は走ったのに。そう、ご主人サイクリスト。なんか玄関の横に3台も自転車置いてあったんですよ。しかもあの専用ラックに自転車を細長い方向を立てる形で、前輪を浮かした形でかけるスタンドに、フェルトとあと何だったかな、あとまだラグがあるのか、ちょっとイカワ製のあのアプト式のロゴに似てたんで、この海沿いのデコボコが、塀のデコボコが持つフェルトとあと何だったかな。本当に最近の自転車を買ってというのかな、乗ってる感じでしたね。なんかご主人がすごい人というコメントがさっきあったけど、どういう人なんだろうな。ん、カブニこんにちは。今日の宿ユースホステルでもう荷物置いてきました。味噌塗った。ご主人は50代いってるくらいかな。ただのものすごい日焼けして頭ボサボサなんでよく分かんなかったです。すんごいアウトドアな感じでした。とかこれ YouTube に上げたら全部後で残るんだよな。ご主人全然太ってなかったですね。いや、ボサボサ真っ黒、頭がボサボサしたあの黒い人なんだっけな。あ、猿はですね、さっき、あ、FMLE のバッファで行かなかったか。猿はさっきすれ違いました。道端普通に歩いてて、こっちが横通ってもろくに逃げはしませんでした。南国そんな感じですね、青森県なのに。さっきかなりの大きさの猿がその辺歩いてましたよ。なんか餌でも与えられちゃってるんですかね。あ、モゾサフェア、シーナマコ、シーナマコとか、シーナマコ、海のナマコってそれは海だろうと思ったんですけど、シーナマコトさんですね。うわ、忘れてるからそうかも。あれってなんか天然記念物かなんかなんでしたっけ。うん、加藤隆は誰だろう。これ本当にいい道だな。おー、飛ばなかった。サルは。じゃあす。わー、AV 男優。ちょっと今向かい風なんですけどね。荷物がないから軽い。これに慣れてしまうと明日やばいな。
これ風の音ですね。波はすごく穏やかでほとんど音はしてないです。でこうやって走ってるんだから向こうに見えてる 陸地は陸奥湾の青森市側かなになるのかな。で前方に見えてるのがおそらく下北半島の出っ張ってる方、そう猿天国伊保崎海ですよね。この柵が低いのもいいな。あ、バイクもそうですね。これ逆光じゃない時も綺麗なんでしょうけど、これはこれでいい。路面、あ、いやそうでもないですけどね。車全く来ないですね。こっちは25度ぐらいかな。風を受けてるから暑くないですね今は。うん、柵低いと、でも柵低いと本当になんか景色が全部見えていいですよ。そう、行き止まりで、行き止まりの後山道の方を通ったらぐるっと一周してこれるんですよ。でご主人はそのぐるっと一周する方を強く進めていたので、いやこっち行ってもここ登り切ってしまえばすぐもう下りばっかりだからって言われて、その時間5時までに帰ってきてくださいっていうのと、いやこっちのあの峠の方行った方がいいからって言われて、なかなかにあのハードル高いなと思いました。すごい山っぽいですよね。あと1時間出された。もう着くんじゃないかな。放送残り時間とどんぐらいでしたっけ。もう10分残ってないかな。あ、一周しようと思います。うん、最果て感ですよね、ハードル。あと11分、じゃあ間に合うかな30分に。うん、バッテリーがちょっとあとどんだけあるか。 20% 切ったら警告出るので、いや違う、 20% 切っても警告出ない。お宿はもう寄ってきました。お宿に荷物を全部置いてきました。配信用の機材をウエストバッグに入れてるだけです。あれか、あそこか、デイサービスセンターの車だ。あれですね、あそこですね。確かに最初荷物ないとさすがに警戒です。そっか、最初のあのデコボコ1個2個超えてしまえば、あ、海綺麗。夜の、そうですね、部屋も本当綺麗なんですよ。あとランタンが LED ランタンだったりして、非常用のあの懐中電灯の代わりに、なんか設備がすごいですよ、あそこのユースホステル。おお、綺麗だな。海の水が全然濁ってない。ゴミもない。いやゴミあることあるか。こっから見るとそんなでもないかな。さっきあの下がちょっと白っぽかったところがすごい綺麗でした。いやいやね、なんでそんな指摘に言うんですか、わざわざ指摘に。ポエティックでいいんだっけ。アクシデント、あ、そうか、今パンクしたらかなりやばい。うっ、びっくりした。行った瞬間にパチッとかなんか踏んだ。今パンクしたら、まあユースに電話してヘルプって言えばいいのかな。ヘルプ、助けて、コナミマンとか言えばいいのかな。水利釣り歩く、予備チューブ持ってきてないんです。夜は、あ、まあ9時10時ぐらいに部屋配信はしようと思いますけどね。カモメ逃げねー、カモメ逃げねーこいつら。ここはもう猿もカモメも、まあ、ウミネコなのかもしれないですけどね。
カモメとミネコの口がよ、私は知らないです。ハドソンのやつは何だったっけ。あの通行に向かってて、ファミコンネタですけどね、通行に向かって助けてとか叫ぶのは何のゲームだったかな。スターラスターだったっけ。あ、パンクの神様お帰りください。あ、バンゲリングベイか。今は島じゃなくてですね、下北半島の左下あたりです。あ、カメラ了解です。あ、マイペース。次はあの PC の電源が続く限りは、あ、敵増えるんでしたっけあれ。あ、これで着いたかな。クソ止まり、船が9艘止まるって意味なのかな。そう、ここから4を1超えます。でもさすがにそっちは電波ないかな。スターラスターもそうでしたけどね。やっぱ着いた。クソネタ。クソ止まり地区公衆便所、半島、そうです、半島通りを、半島同士を船で移動しました。津軽半島から下北半島に。あ、猿書いてあるな。え、岡山にも、そう、あ、こんな景色のゾーナバンゲリングベイだ。確かに小さいですね、ここは。一応裏通りを散策しましょうか。散策。うん、日野翔平、マジですか。大体同じようなとこ行くんだな。マジですか。私も今日これ郵送してる、泊まるんじゃなかったらこっちに来てないですね。人いました、いました。あ、これはさらに裏に行ってみるか。今見られた。あ、こっち側の道が山道の方かな。ってどっちだ。猫舎ですねあれ。どっちが上に向かう道なんだろう。この地区で、ああ、川内ダム。こっから登ってぐるっと回って帰る予定です。高級。どうだろう、日野翔平、呼び捨て、有名人の中で呼び捨てしたんですけど、日野翔平さんが来たとこだったらまた来たのかって思われるのかな。どうなんだろう。うん、トイレ。ああ、なるほど、日野翔平さんがコンビニか。コンビニは、カラスが。あと猿の被害も結構あるんじゃないかな。ここ猫は猫舎って、あの一輪車のことですね。わあ、カラスは逃げるの、さすがに。うわあ、なんか知らんカラスがいっぱいいた。で、これでだいたい集落内を一周したかな。電波大体大丈夫だったみたいですね。今また途切れてるかもしらんけど。お、谷川名人にと評判です。電波本当から。ああ、所さんも来たのか。東京で、ちょっと待って、飲み物残ってたっけ。あ、まだ結構あるな。じゃあ自販機使わなくてもいいか。あ、まだというか、あ、温泉のみ。とりあえず船止まり地区を一通り、あ、これで終わりかな、道は。あ、ん、まだあるのか。あ、そう、お、犬いる。もうじゃあここからは GoPro 動画だけだな。
あ、音声のみ。今あのクソ止まりの一番どっち側だ、西側の方に、西の端まで、これで来たかな。あ、来ました。有名、いや特にそういうわけでは。勝ちました。よっと、あ、これが端っこだな。来たり、あ、全面通行止め。この先公園海岸遊歩道落石の恐れがあり危険ですので通行止めとします。すぐそこに東屋と、あと遊歩道が先まで続いてるんですが、行けないみたいですね。あ、県外、来た来た。自販機そうですよね、かなり買ってそう。あと酒の自販機とかこういうところあったら、こういうローカルのとこだから車とかも運転して軽く大丈夫大丈夫、食ったりしないから大丈夫大丈夫。ああ、そんだけかよ。到着。じゃあ戻りますかね、山登って帰りますかね。これは何の施設かな。カモメがあんまり逃げませんでした。そう、行き止まった。これ左の方なんか行けなそうだな。ちょっとこっち通らせてもらおう。カモメに、この建物何ですかね。船のメンテ場とかではないよな。引き入れる場所がないから。うん。あ、港に。そう止まり、宿はユースホステルにさっき荷物置いてきました。ここから5、6キロのところにあるユースホステルです。旅の、あ、分かれました。もう、あ、吠えられてる吠えられてる。あ、今のは煮干しみたいなやつかな。そう、なんかむっくらした犬が向こうの方にいました。いや、役場、え、さっきの役場。あ、でもそういうのがあるのかもしれないな。こんにちは。こんにちは。逃げるって言って海の上に移動するぐらいだな。猫いないですね。猫が全然いない。犬は人類とはそう思いますね。次はちょっと待ってください。バッテリーチェックします。猿を。猿を押し、そうですね。じゃあ、誤解された。テレビ局かって確か聞かれたんでしたっけ。あ、もう一枠いけますね。じゃあ次枠取ります。次枠も通常配信かな。お疲れ様です。あと30秒か。じゃあそっち側行っとこう。いや、電波のこっちだからここでやっとこう。ふう、じゃあお茶でも飲んで。お疲れ様です。ちなみにこの場所があるのを知ったのもフェリーに乗る直前でした。ユースホステル調べたとき、調べて同時に発見しました、この場所。でも心旅もマニアックだ、心旅もマニアックなとこ来ますね。私もたまたまこっち来ただけなんですけどね。お疲れ様です。さて、じゃあ次枠。次枠でちょうど PC の電源が全くなくなるくらいかな。再利用で。こんにちは。こんにちは。配信開始。よし。こんにちは、いらっしゃいませ。今
今ちょっとそこのおばあさんとかと挨拶したところです。まあ、しただけだけど、会釈しただけだけど。じゃあここから山道越えて帰りますね。そっちの方はちょっと時間かかると思うんで、今4時過ぎですよね。5時弱ぐらいだから、この枠で峠越えた先、そもそも電波ないかもしれないですけど、峠越えた先で下り坂に差し掛かるあたりで終わると思います。明日は大間まで、峠結構ひどいらしいんですよ。途中500メートルの峠、300メートルの峠、200メートルの峠があって、自転車乗りはみんな1日で大間崎まで行ってるって、オーナーのペアレント様言ってるんですけども、私の足じゃ届かないんじゃないかな。ので多分大間の手前ぐらいで一泊ってとこじゃないかなと。お伺いしてもいいですが、内容によります。場合によっちゃ優勝です。じゃあこっちから山越えて帰ります。クソードマリ地区生活福祉センター、はあ、らっしゃい。FMLE は電波弱いところだとラグがひどくなるんで、今通常配信でやってます。お、軸といなのさんいらっしゃいませ。ございました。何が、そういや GoPro の録画もこんにちは、いつまで続くか。まだつながってるな。 GoPro ももう電源バッテリーが切れかけてるんで、まあクソ止まりまで行けたからいいかな。今はクソ止まりという港町でした。港町というか小さな漁村かなに今寄ってました。でちょっと山道越えて県道だか国道だかに出て、でずっと下っていうソーステルに帰ります。ん、アンサイクロペディア何が出てきたって、ケイケイソーなんとかって聞こえた。アンサイクロペディアはなんかウィキのふざけた版みたいなやつでしたよね。クソードマリ川、お、いけるかな、いけるか。クソ止まりらしいですね。う、これは赤としか書いてないけど秒が分かんないじゃないか。今日宿です。ユースホステルに泊まります。で先に5時から風呂、車で連れてってもらって風呂行って、で自転車で行けないとこなのかな。あ、止まってますかね。これどうなんだ、青なるのかな。ご神がサイクリスト迷惑だそれ。どうなんだ、 200m 先、今工事中のとこに来て赤信号が点滅してるだけなんですよね。あ、そこ点滅って注意だったっけ。点滅が注意で注意して進めだったかな。まあちょっと行ってみるか。おお、砂防ダムかこれ。あ、じゃあこっちも赤点滅だよな。点滅でしたよね、でしたよね。ね、こっちも一緒だ。気をつけていけでしたよね。注意して徐行してってことかな。待ちませんでした。対向車。一旦停止。ウイリできないの。やった。
確か途中山が書いてるんですよね、なんとか山って。結構ぐにゃぐにゃ登ってんなこれ。工事中でした。30分で帰りつければいいけどな。そう、気をつけて。お風呂に、多分このペースだったら間に合うと思います。いや、ウリー事件、あれ初日に会った、初日に会ったビアさんといきなりどうでしょうねって話があったの面白かったな。ガンケ、ちょっとした峠越えです。標高どんだけあるかはちょっとまだ見てないですが、でもこう車来なくていいですね。あ、赤点滅。さすがご主人サイクリスト。いらっしゃい。10日間のうち2日は少なくとも放送できてません。雨がひどすぎて無理やりやろうとすると機材がダメになることが分かったんで。まだ登るな。でも確かに自転車で走るにはいい峠道ですね。今ここの、スピード落ちたからですね。でもこれだって荷物積んでる時に比べたらだいぶ早いです。クマ、ヘアピン、この先がすごいですね。この右上の方に登っていくのかな。縛られたら困ります。まあ困りやせんか、風呂の時間に間に合わないだけで。カチカチ、これはペダルかクランクのあたりですね。でもフレームがにクラックが入ってたギギーという音に比べれば音はしてないも同然。川の中、イートレックスはちゃんと、ここで動画来た？電波良くなってますかね。まあ言ったけど、母は母音があるのとないのとでなんか違いますよね。フレームの音ではないです。こうやって死因だけの母にしとけばそんなになんか嫌じゃない。でもどうしてもっていう、ついなんか母音は入れてしまうな。ポテチひよく電波来てるな。こっちはないと思ったら、まだ登るな。嫌だな。自分のそういう時にはなんだっけ、エアロバイクとかで負荷上げるといいと思います。ウエストポーチ、たまに腹にめり込んでますね。今日除いたあと5日間あります。
最終日は昼過ぎまでかな。あちゃ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 、西日が風が全然ないから暑い。勾配 6-7% ぐらいじゃないですかね。 5% 以上あるように感じます。 10% はない。昨日さはニョロッとヘビウェルカム、ヘビウェルカム、まあ、噛まれたら嫌だけど、爬虫類はだいたい、爬虫類はだいたい可愛いと思ってます。ヤモリとかいいですよね。体力は普段走ってないですけど、この緩い負荷で長時間っていうのは結構普通より慣れてる方だと思ってます。まだ登るな。標高 100m 超えました。ああ涼しい。風が、ここからさらにぐにゃっと曲がってぐにゃっと曲がって、どこがピークなんだこれ。あ、そういう写真全然撮ってないや。よっと、お、ここは、おお、ああ見える見える、クソ止まり地域がこんな狭いとこに。あ、そうそう、あの国道かなんか出たところに道の駅ありますね。あ、電波来た。トライアスロン、いや私は全然、今クソ止まり地域を上から見てます。終了かな。大間まではちょっと届かないかと。戻れます。いや、ヘビは好きです。映像来てないですかね。あ、いい景色来てますかね。はあ、あんなに狭いとこに、はあ、動画大丈夫ですかね。あ、いい景色ってことは結構あの集落の家見えてますかね。海の方が真っ白で集落の方真っ黒かな。よっと、いいですねここは。最後のヘアピンってこと、あ、見えてますかね。最後のヘアピンでぐるっと回り込んだところがピークかな。あ、 OK ですかね。ずっとこの天気、あの一応予報ではほぼこの後晴れマークついてましたよ。映像、うん、ヘリンチャスロン寄り道ブルメのエキスパートもいましたね。あ、一生懸命、超寛大か。あそこもすごかったな。ただ、なんであんなに車が来ないのか、ちょっと不思議でした。あんなに観光道路っぽいのに。はあ、いえ、影の頭に、
まだ登ってます。吐息中か、息切らさずになんか登りませんよ。ゼンマイ侍、できるだけ軽い状態にした GoPro です。そう、プーナのあれキャラどういうものかよく知らないんですけど、みちゃんの頭にボールが、うわ最後 10% か、はあ、そう、晩ご飯ユース今日出してもらえるらしいので楽しみです。でここのユースは、最近のユースってだいたい会員でも1泊2食で5000円超えがまあ普通になってきてるんですけど、1泊2食で5000円切りました。お笑い芸人の、お笑い芸人は自分の顔取らなきゃダメじゃないんでしたっけ。はあ、油断、ああ一番いいとこ見てない、はあ、この道路より、あ、この道路登ってくるところから先ってことですかね。そう、さっきあの道は、うん、行き止まりになってました。そう、ユース止まりです。しかも一人止まり、マウンテンバイクと同じに思いますけどね、はあ、今の回数はどれだっけ、はあ、はあ、はあ、ん、宣伝、はあ、オフレコはどれの話だったっけ、はあ、対面の、はあ、あ、値段の話か。いや、ユースは基本的に誰でも泊まれます。ただ年間2500円の会員証を作っておくと、だいたい500円から1000円ぐらい引きになるかな。はあ、何を理由よって聞き逃した。今標高156。はあ、そう、1000円ぐらい違いますね。だいたい1000円違いのところが多いです。もっと差が少ないところもあるけど。はあ、1泊2食で確か4770円、あ、学生だけじゃなくて今の温泉も、あのユースホステルのメイン利用客は今中年だと思います。が、あ、時間ガッとか声出してしまった。あー、珍しいも見たのに、リスがいた、リスがいたのに、GoPro でもあの距離じゃ映ってないよな、はあ、リスがいました今。エゾリスともちょっと違う感じのふさふさ系だけど、何リスなんだろうあれ。くそー、思わず声上げて逃げられてしまった。尻尾はくるくるではなかったと思います多分。あ、カマキリ、シマリスではないやつですね。エゾリス系のちょっと毛が長いやつ、はあはあ、まだ登ってる。あそこまで登るのか、はあ、晩ご飯そのネタ多いな。あそこ越えたらでも多分終わりですね、はあ、標高今170だから200までは登るな。結構な道を、これ自転車乗りじゃない人に勧めてないだろうな、ペアレントさん、まさか。普段自転車乗ってない人に、こんなとこ走らせたら、二度と自転車乗るかとか言われるじゃないですか。ああ、山根もいいな、ちっちゃいですよね、確か。何がたくさん。台湾リスはあちこちいますよね。さっきの台湾リスじゃないと思うんだけどな。でも似てはいた。なんか台湾リスと違う感じはしました。でもそうかも。確か伊豆大島なんかは台湾リスだらけでしたよね、はあ、来るときこっちから来てないんです。海沿いにほぼ平坦でやってきて、はあ、あ、今ここ多分そうですね、はあ、たまにこういう乗ってない道ありますよ、はあ、ニヤニヤ、
帰ってあと30分か。まあいけるな。はあ、はあ、ああ、ふくらはぎ。ああ、それ確かにあるかも。はあはあ、私は体の中でふくらはぎだけはなんか筋肉に起因するなんか形が隆起がちょっとあるかな。力入れればですけどね。はあはあ、うん。最近は昨日の夜キャンプ場の炊事場に泊まりました。船虫だらけ。テント張って中で寝たけど夜中に10回ぐらい上から船虫が落ちてきてテントに当たる音がしました。ボトって音がしました。クライマー。今日お宿です。ユースホステル。あ、八木さんお疲れ様です。こっちは今なかなか位置エネルギーが高いところにいます。そう、昨日の寝場所はでもテントの中だから噛まれませんでした。そう、猿生息保険でさっき道を堂々と歩いてました。250。わあ、本当にこれ自転車の利害進めてないだろうな。向こうの方に小さくクソ止まりの港が見えてます。景色すごいな。自転車乗りには確かにこれは進めるべきだな。まあ登れる登り抵抗がない人だったら、まあ、この辺りはいずれウェブアルバムにも載せるので、250だとあと50登るんですか。結構あるな。登らないと。そうです、条件です。野生のクマ、前クマを襲われた人いましたからね。あ、ハイブリッド、みかん畑。帰れる帰れる。こっち大丈夫。ここから下るだけなんで越えてしまえば。どんな虫が。大間まで、多分あさって大間着ではないかなと思います。明日中には多分着かないんじゃないかな。峠3つ越えて70キロだから、着いたとしても夜中になりそうですね。ちなみにここから大間に向かうといきなり500の峠があるそうです。イートレックスがバッテリー残量が、ライトオフ。もうちょいで終わります。ガンガ山、まだ標高差あと50あるって言ったから、でももうそんなないと思いますよ。どこまでユースホステルから出てきてユースホステルに戻ります。なんくすって言うから。野生動物でも熊以外だと、ああまだ登ってる。登りきっておりません。でも最後の方は緩くなってきて割と優しい峠かな。カイヤ取ってます。今度の月曜日のハヤブサ。うん、猿動いた。もうまだピーク先みたいですね。もう少しで山の表示が出てきたんで、あと2、30メートルぐらい標高を登ったらピークですね。はあ、車の対象ありますね。でもほぼ車来てないです。さっき1台来たっけ確か。はあ、ん、まだか。でもまあほぼピークあたりかな。ガンガ山っていうのが
あと20分、もう下るだけだから、もう間に合ったと思います。はあ、はあ、前襲われたことあるな。伊豆の南の端の方、伊良崎ってあたりで、宿は、港のすぐ近くです。はやぶさ新青森駅からです。いい席を取ってます。コンセントが間違いなくある席を、ピークかな、ピークじゃないかな。今標高200、あれまだ250来てないな。あ、発生、襲わないようにします。今日もそうですね。いや、昨日も結構、次赤はもう電池ない、PC バッテリーないと思うんで、あとは宿まで下るだけなので、もう放送はこれまでしときます。 GoPro の方だけ録画してユースホステル帰ります。終わった終わった。あとはちらっと道の駅見ていこうかな。でも言う、グランクラスじゃないです。グリーンでもないです。今来たのに、あと何分ですかね。もう 2,3 分ぐらい。涼しい。またリスいないかな。リス、おお、すごい山中みたいだ。海の近くなのに。さすがにこっちは電波ないか。海からも隠れてしまってるし。でもこの辺猿とか普通にいてもおかしくないな。さっき街中でも見たぐらいだから。あ、もしかして俺 PC の電池が切れたのかもしれないな。ちょっと一応チェック。そしたら GoPro の方にマイクつなぎ替えないといけない。あ、 PC まで動いてる。残りバッテリーが 8% か。あ、残り、あ、もうないや。では、あ、終わった。じゃあここから先は GoPro だけで。ああ、また行ってしまった。あ、そっか、これ離せない、やばい。
と GoPro の方にマイクつなぎ替えるにあたっていろんなケーブルと束ねてしまってたのでちょっとお待ちください。よっと、よっと、かそう、いいか、そう、よっと、ああ、15分、3カ所、4カ所かな、こっちか、よし、アブが来たー、なよ。あ、バッテリー結構まだあるな。ちゃんとウェブカメラ発動。束ねて。これでちゃんと入ってますかね。音声録音も止めて、よし、あと14分、あれ猿の糞だな。肌寒くなってきたな。あんまり暗くなったら本当に寒くなる。お、砂利道だ。お
ここに出るまではもうすぐか。これはロードバイクの人に進めてもよくないんじゃないかな。確かご主人は私がマウンテンバイクとかクロスバイクかっていうロードバイクかどうかというのを確認せずに行ったはずだから、なかなかやるな。これはロードだったらやっぱりある程度きついよな。おっ、よっと、これは右か。右というかこの道どこだ。なんか国土地理の地図とも合ってないように見える。から右で、あ、GPS 電池切れた、やばい。こっちまた 10% か。ここから右ね。ここで間違うと結構えらいことになる。まだちょっと距離あるな。これ17時ヤードは間に合わん。ドロハネする、ドロハネする。うわ、ふくらはぎあたりがザラザラになってる。すごいな、この場所。52分。
よいしょ。濡れてる濡れてる。うわ、もう泥があるたびにスピードダウンしなきゃ、泥跳ねするから。まあそれでもあんま関係ないか。もう足の裏が散々砂というか泥かぶってる。こういう場所やっぱ泥よけいるな。あ、もうすぐ国道だ。おお。じゃ。やった。あ、見えた。ああ、56分。出たと。すごいなこの道。逆から登ったらまた大変かな。ダートの登りだし。ふう。あ、こんにちは。いや、あれが道の駅か。タラの里っていう道の駅でいいのかな。ん？あ、出てる。よし、さて帰るか。靴の中じゃ泥だらけ。あ、脇の浅温泉ってここ連れてきてもらうんじゃないのかな。ここだったら自転車で来れる。よいしょ。
あ、まだまだこれ何キロだ、3キロぐらいあるじゃないか。一応電話しとくか。新宿駅で、あ、吉川です。今あの道の駅から下ってるとこなので、もうすぐ帰ります。はい、では。よし、あと3キロ下り、ゆるい下り。帰ったらもうすぐ風呂。野宿しながらも面白いんですけど、この最後に、なんだこの匂い、最後にもう宿がすぐ近くまで来てるっていう、宿の近くまで来てるっていう感じもいいですよね。もうほぼ着いた気分になる。今日はこれから戻ったら温泉連れてってもらって、6時から夕飯、はあ、次のガソリンスタンド33キロ先です。でもやってないな。
あれはなんだ、ピラミッドがある。なんかそういえば放送のコメントで言ってたな、ピラミッドがあるって。この辺り全部倉庫なのかな。レースに行くには、さらに道取りに行った方がいいか。今のとこ右か。いや、こんな走っていいか。対馬ってクジラみたいに見えたけど、本当にそういう魚の形っていう解釈だったんだ。で、こっからこっち登って。ふう、到着。あ、違う、こっちじゃない、こっちだ。あ、荷物移動してある。この中に置いてある。見て、またやってしまった。
よし、じゃあ停止します。